皆さん、おはようございます。出版社レトリバー編集部編集長を務めてます渡辺と申します。おはようございます。今年はですね、この、サマーランドの隣にあるワンダフルネイチャービレッジさんで初めての開催、初都内開催となります。毎度おなじみなんですけども、白田さんです。一言お願いします。皆さんこんにちは。レトリバーで、バックパッカー流日本全国ずつ裏裏、最近タイトルあんま覚えてないんですよね、を、連載してます。僕、多分ね、創刊の年からずっと連載続けてるので19年20年になると思いますが、本当にレトリバー楽しい雑誌ですし、気に入っております。皆さんこんにちは。犬の写真家のホタパパです。昨日北海道からやってまいりました。今白馬から拠点を北海道に変えて、もう大自然の中、ジャック・ラッセルのガクと頑張ってます。はい、皆さんこんにちは、コセンと申します。今日も午後ですね、はい、犬の運動会がありますので、私も参加させていただきます。私は走りませんけど、偉そうに参加させていただきます。人間の皆様、カメラのレンズから目を離さないように参ります。いいですか、せーの。はい、では参りましょう。まず赤いコーンまで行っていただきください。せーの、1、2、1、2、1、2。はい、ストップ。はい、それでは参りますよ。せーの、あ、ここも早い、早い、綺麗。せーさん拍手してます。素晴らしい拍手またいただきました。せーの、1、2、1、2、1、2。はい、ストップ。では参ります。せーの。右から2番目の子はちょっとペタってなりすぎ癖なのかな、あれ。さあ皆さん、かわいすぎるでしょうね。でも皆さん本当にピタッと、ね、黄色のコーンまで進んでください。せーの、1、2、1、2、1、2。はい、ストップ。それでは参ります。せーの、回れ回れ、回って頑張って。あ、でもね、みんなできてるかな。すごいすごい、できてるかな。おー、ピンクの子も見えた。よっしゃ、もらってるぜ。せーの。ここなんかちょっと、あ、早っ早っ、1人早っ。あれ、でもこれ早ければいいって言うんだよ。そうですそうです、自由演技ですからね、これ。この方がこう素敵なことをしてくれたので、これがどうでるか、はい、狙いですよ。それでは、用意スタート。はい、すごい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 、おせさんが必死にバーケツを押してます。必死にバーケツ、あー、たくさんやるわけで、行ってください。頑張れ頑張れ。さあ、みんなバケツを、バケツを狙って。でもリードなしにするとやっぱ動けないですもんね。
なんか本当に違うもの持ってる。ノーリードの選手が。さあ、行く行く、いいぞいいぞ、ノーリード選手頑張れ。バケツバケツバケツ。3、2、1、そこまで。ここで終了です。じゃあ皆様、エコの中に戻ってください。エコの中に戻ってください。あ、行く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 。あーあー、惜しかった。惜しかったね。さあ、こっちはどうでしょうか。あ、黄色ゼロです。黄色ゼロポイントです。赤、赤もゼロ。お、どうしたどうした。じゃあ紫はどうでしょうか。ボール1個、ボール1個2点、紫2点、緑、お、緑が5、7、9点です。そして、はい、では参ります。音楽スタート。時計回りでお願いします。このはい、終わりとなりました。はい、で、マネの状態でいってくださいね。あ、はい、動いちゃった。あ、椅子空きましたよ、一つ。あー、じゃあ、10分くらいしましょうか。ちょっと動いちゃった。さあ、でもまだまだまだ全然、まだまだ全然目そらすか。安定の安定の松尾さん。小生さん、小生さん、小生さん、この間のここ充電的にお願いします。はい、もうみんなすごいね。みんなすごいです、本当に。はい、小生さんの手を動かしちゃうと、その手の動きに犬が反応しちゃう場合があるので、まあ、あんまり動かさないのもこちらの手です。あと、その手の動きに犬が反応しちゃう場合があるので、まあ、あんまり動かさないのもこちらの手です。では、今更どうでもいいから、ああ、動いちゃってしまう。では、そろそろ数えます。7、8、9、10、はい、決まりました。ちょうど真っ白で目合っちゃって、なんかちょっとすらしちゃいました。ごめんなさい。最後1いきますよ。はい、第1位。第1位。紫。紫でございます。これね、で最後のね、椅子取りゲームがね、良かったんですけど、紫ね。ぶっちゃけ紫で226点、赤222です。惜しい。結構にコツ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 紫稼いでんだから、危なさかったですからね。はい、じゃあチームリーダー最後。皆さんの優秀なレッドと皆さんのおかげでした。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは、景品がどこかなんですね。はい、間違えない。でも一人大きいよね。あ、やっていいですか。ありがとうございます。はい、入ったよみんな。はい、はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ、赤チームさんお願いします。その中で皆さんにも投票いただきまして、答えるグランプリ決まっております。この、
ですね、タイトルオスオラ8名番号、イベントの番号でビーズの3の青木様いらっしゃいますか。8名8名も本当に名前8名ですか、はい、あ8名なんですって会津若松まずから来た宿泊感想さんっていうのは福島のホテルありまして、そこから宿泊券をいただいてますので、今度初めこれから季節的にはスノーシューなのでぜひお楽しみください。準グランプリ選んでおります。ゴールデン夏カヌー最高、A の56小松様いらっしゃいますか。いたね。8歳なんですけどね、シニア犬なんて言わせないといつまでも頑張ってほしいですけども、はい。ちょっとおもちゃカメラみたいなんですけど、二眼レフをモチーフにしたトイカメラみたいなのを、はい、渡します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと挙手いただきたいんですけど、16歳以上の方、ちょっとこの時間まで、ね、残ってくれてるかっていうのもあるんですけど、16歳以上、あ、一人、16歳以上の方は他にないですかね。はい、まあ、全然そこで、まあね、晴れ舞台なのであれですけど、お父さん今おいくつでしたっけ。16歳と7ヶ月。もうね、もう実はレトルトメイトには毎年来てもらってて、ね、10年以上来てもらってて、今回シニア賞、コーラの介護ペットを用意してますので、ちょっとまたこれ持ち帰り大変なので、後でまた届けていきますんで、はい、皆さん応援してください。ありがとうございます。ぜひ来てお待ちしてます。はい、こちらで向かってください。せーの、最初はグー、じゃんけんぽん、パーです。だからなのでチョキの人だけ残ってください。チョキの人に戻ります。チョキの人残ってね。せーの、最初はグー、じゃんけんぽん、あ、決めた、かわいそう、すいません。はい、じゃあこれを一人一枚ずつ、はい、ちょっと重たいです。はい、ありがとうございます。気をつけて最後までお帰りいただければと思います。で、また来年もしくは次回、ちょっともしかしたら早いかもしれないですけど、どこかでお会いしましょう。じゃあ本当にありがとうございました。